トゥークスベリーの戦いの場所トゥークスベリーの戦いは1471年5月4日にグロスターシャーのトゥークスベリーで行われた戦いである。この戦いでバラ戦争は大きな節目を迎える。この戦闘の時点で精神的に不安定なランカスター家の王ヘンリー6世はライバルで戦闘では無敗を誇るヨーク家のエドワード4世によって2回目の退位をさせられたところであった。 即位、退位を繰り返す、この状況の変化は、キングメーカーと称される、ウォリック博の干渉によるものだった。ウォリック博はまず、エドワード4世を支援し、後に、ヘンリー6世を支援した。だが、そのウォリック博もすでになく、残った、ランカスター派の軍隊は、ヘンリー6世の王妃マーガレットとその息子で17歳になる王太子エドワードによって指揮されていた。もしマーガレットが、 ウォリック博の敗戦の時にイングランドに戻ってきていて、彼女と同盟を結んでいたペンブルック博、ジャスパー・チューダーと組んでバーネットの戦いに参陣していたら、エドワード4世のヨーク派軍に対抗できる可能性も残っていただろう。彼女の唯一の希望はグロスターでセバーン川を渡ることであったが、これはグロスターの町と城を治めるヨーク派のリチャード・ボーシャン教に拒否されて失敗した。 マーガレットは残っている指揮官の中でも経験豊かなサマセット公に大きく依存した。だが彼の能力は王朝を支えられるほどのものではなかった。ヨーカ派は大砲で優勢だったがサマセット公はそこを読み違え王帝グロスター公リチャードによって近くの森に密かに配置されていた騎兵200が自軍の側面を十分攻撃できる位置に布陣してしまった。そのため 交代するランカスター派の中でパニックが起こり、サマセット校は事態を収拾するために戦闘に加わらず生還していた武将のウェンロック卿を処刑したと言われている。血まみれの牧草地として知られている野原で、おそらくサマセット校の軍隊の半分ぐらいが虐殺された。サマセット校ら一部の将兵が近くのテュークスベリー、修道院に逃げ込んだが、 そこにもヨーク派の追手が差し向けられたと言われる。テュークスベリーの戦場における高貴な死傷者の一人はエドワード王大,大使だった。エドワードは今日に至るまでイングランド史上戦死した唯一の王大,大使である。マーガレット王妃と義理の娘アンネービルは最も高貴な捕虜とされ、残ったサマセット公を含むすべての戦闘指揮官はその後間もなくて身近に処刑された。 ヘンリー6世はすでにロンドン島に収監されており、同月21日にロンドン島のウェイクフィールドタワー内でエドワード4世の命を受けた何者かに殺害されている。ありがとうございます。